松井正道のハミングタイム、ご覧の皆様こんにちは、松井正道です。今日はですね、こちらアメリカイリノイ州、アレンジャーの松尾くんのお宅の裏庭に来ています。裏庭でこのスペースです。もうなんかね、空気そのものが日本では感じたことのないなんかカラッとしたね空気です。ものすごいこの空も綺麗ですね。本当にまだ暑いです。もう10月なんですけど、なんかね、夏の日差しがまだ残ってるような感じです。せっかくね、こんなスペースありますんで歌ってみたいなというふうに思います。こうアメリカに来ましてですね、本当に思いますのが、日本人というのは本当に一種の少数民族なんだなというふうに感じました。もうこのお宅の周り、松尾君の家の周りはほとんどが黒人さんのお宅です。ニューヨークではね、もちろん白人さんもたくさんいらっしゃいましたが、アジア人が歩いてるとこうじろーっと見られるわけですよね。だから散歩なんかしてますと、確実に車で通っていく黒人さんたちが、なんだあいつみたいな感じでね、じろーっと見てくるんですよ。やっぱり僕も昔はやっぱり外国人を日本で見かけた時に、子供の時なんかは珍しいなーなんていうふうに言いましたけど、同じようにこっちではね、日本人がやっぱり珍しいみたいです。まあそんな風ではあるんですけども、いろいろスーパーとかでね、買い物なんかしてましても、ものすごくこういい笑顔をしてくださる人もいれば、こう投げるようにお釣りをくださる方もいらっしゃったり、まあ本当に、人それぞれ、人種もそれぞれですし、人もそれぞれです。だけどやっぱり一つ言えるのは、やっぱ再確認できたのは、笑顔というのはですね、やっぱり世界の一番の共通のコミュニケーションの手段だなということを思いました。まあ、そんな願いも込めまして、改めてアメリカの地でこの曲を歌ってみたいなというふうに思います。I have a dream。 すごく当たり前のことなんだけど、戦争ってやだな、政治とか宗教とか絡んでて難しいことがあるみたい。僕、昨日君を傷つけたみたい。本当にごめんね。僕、君に謝られて自分が恥ずかしくなったんだ。些細なことに腹を立ててる。周りが見えなくなっている。何が勝ちで何が負けなんだろう。まずは僕が優しくなろう。そこから始めたい。